今日から始まります新大久保でスター発掘という番組が始まります。この番組はですね、ここ新大久保のお店を紹介していきながら、お店の方に、イケメンさんをご紹介していただくという未来のスターをね、どん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 ご紹介していただいてスターを発掘しようという番組になっています。早速今日は第1回目ということなので1軒目行ってみたいと思います。さあ今日の1軒目早速到着しました。今日の1軒目はここです。じゃん、クイクイというお店に到着しました。ね、看板には音符のマークがついていて、クというカタカナが音符になってますね。とても可愛いんですが、これは焼くという意味だそうですよ。クイクイというのは焼くという意味で、早速こちらのメニューなんかを見てみると、やっぱりこの焼肉というか代表的なサムギョプサルですとか石焼きビビンパとか、とても美味しそうですね。その他こちらにもたくさんのメニューが載っていますので、早速中の方に入ってみたいと思います。こんにちは。はい、早速クイクイというとても可愛らしいお名前のお店の中にやってきました。ちょっと店内見てください。結構ポップな感じの色合いですね。そして韓国のスターが続々と、ね、ポスターなんかが貼られてますけど、新大久保らしいお店といった感じでしょうか。ということでこの後早速店長さんにお話をお伺いしてみたいと思います。クイクイの店長さんご紹介いたします。ドジュンヒョンさんです。こんにちは。笑顔が素敵ですね。ありがとうございます。皆さんイケメンですよ。あのカメラさんぜひアップで店長さんを映していただいていいでしょうか。恥ずかしくて顔がすごくちっちゃくてとても笑顔が素敵なイケメン店長さんです。ありがとうございます。はい、この番組はですね、ここ新大久保で、未来のスターを発掘しようという番組なんですけども、栄えある第1回目、そして1軒目というとっても特別なお店に選ばれたこちらのお店でございます。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ということでですね、後ほどいろいろお伺いしていきたいと思いますが、はい、早速、店長さんにこの店内をちょっとご紹介していただきたいと思いますが、まずメニューからいきましょうか。はい、このクイクイというお店の名前は焼くという意味だそうですね。はい、はい、だから焼き物が中心ということ で、 で、ね、そうですね。まあ、サムギョプサルと、はいはい、いろいろあれですけど、サムギョプサル、豚うなぎが一番メインなんで。豚うなぎ、はい、何ですかそれは。豚うなぎっていうのは、豚うなぎ豚うなぎって皆さんご存知ですか。わかんないですよね。なんかちょっと説明を聞いてみてください。豚うなぎですね。はい、で海の深海で住んでるから自然産ですね。とこれ食べたらあのビタミン A が牛肉より200倍高いです。ビタミン A が、はい、とコラーゲンがたっぷり入って、はいはい、コラーゲンがもう全部コラーゲンです。なんかそれを火でやってたら、うん、肌からコラーゲンが出ます。白いの、それが100倍でコラーゲンです。これ A あるじゃないですか。ここに火でやってたらこの白いの方が肌から出ます。これが100倍でコラーゲンです。はい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 。だから韓国の人たちが一番大好きなので、韓国はうなぎはこれしかないんですね。へ、韓国のうなぎといえば、そうですね。で日本のうなぎっては、全部予測ができないじゃないですか。はいはいはい、これは予測ができない。海の深海で住んでるから力が出てしまう。なるほど。だからこれが前 BS 特許、テレビ特許、フジテレビ、全部出たんです。へえ。だから結構今日本の方もよく食べますね。なるほど。もう辛くもできるし、辛くないの塩もできるし、ね、人気ですか。そうですね。今はちょっと昔は食べないですね、日本は。だけど今はもうみんな食べます。じゃあ
そうですね、ビタミン A も A も200倍で200倍でコラーゲンもたっぷりで女性には嬉しい。そうですね、これ肌がピチピチになる。それは1回だったらもう酸っぱがないんだけど、うん、あの3回4回あの食べたら朝起きたら肌がちょっと、それ嘘だったら私違うんです。斉藤さんの肌はじゃあ豚うなぎでピチピチになっております。皆さんもぜひ食べてみてください。さあ今ですね、斉藤さんに豚うなぎのお話をしっかりとお伺いしまして、もう美容にいいということがしっかりと分かりました、ね、はい、私もぜひ今度食べに行きたいと思います。ぜひいらっしゃってください、はい、続いてなんですけれども店長さんにはこちらお伺いしたくてですね、ここは、はい、あのまあ、焼肉、まあ、焼くという意味ですから焼肉がまあ中心だと思うんですけど、鉄板ではないですよね。そちらも鉄板なんですけれども、はい、クリスタルで作って、うん、なんか豚肉を焼くときに油をすっきり取るし、はい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 、これはじゃあ鉄板ではなくクリスタル。そうですね、クリスタルです。クリスタルでできた透明のめっちゃ高いものなんで、四の窪ではうちしかないですね、ここでしか置いてないという。そうですね。ちなみにいくらぐらい。値段は内緒で。あ、内緒で。でもめっちゃ高いです。めっちゃ高い。なるほど。結構これ手作りとお伺いして。そうですね、注文するのも結構時間がかかるというですね。韓国に一緒にして2週間ぐらいは2週間ぐらいはかかるということで、はい、とても貴重なクリスタルなんですね、はい、こちらはまあ斜めにこうなっているんですけれども 油が下に落ちるように斜めにして、うんうん、なるほど、ね、こういった紙コップがこちらにセットされていて、まあここで焼くと油身が落ちて、はい、悪いものが全部出して下に落ちるんですね、はいはい、なるほど。じゃあもう結構こう脂身が乗ったお肉も健康的に食べられる、はい、味が全然違うというふうにお伺いしたんですけれども、味の方は違いますね。違いますか。クリスタルとクリスタルに焼くと、はい、なんか脂がすっきり取るから、はい、なんか食感がいいっていうか、うーん、なんだろう、美味しいですもうこの一言に尽きるという感じですかね。そうですね、はい、このクリスタル あの鉄板じゃないですけど焼くものを私初めて見たので、はい、多分おそらくご覧いただいている方も初めてだと思うので、ぜひ皆さん一度こちらに足を運んでいただいて実際にね、あの食べてみいただければ納得できるかと思います。いらっしゃってください。クリスタルの豚のサンギョプサルを食べてじゃあ一番のおすすめは。おすすめ、僕的にはうちのボサムですね。ボサム、ボサム、ボサム、はい、これはどういったお料理ですか。豚のバラの肉を煮てって野菜と一緒に包んで食べるもの、はいはい、うんうん、何かにつけて食べたりとか、韓国の味噌と、エビの塩辛につけて、白菜の上に乗せて、はいはい、いろいろ野菜を乗せて巻いて食べます。ちょっとピリ辛な感じなんですか。まあそんなに辛くないんで。じゃあ辛いのがダメな人も食べれる。そうですね、大丈夫です。なるほど。店長さんおすすめのボサムボサム食べに来てください。お願いします。はい、はい、クイクイのイケメンを発見いたしました。店長さんもとてもイケメンだったんですけども、こちら、はい、アルバイトで来ていただいているテヒョンさんですね。イテヨンさん、はい、実は日本に来て3週間、はい、3週間3週間しか経っていないそうなんですけど、結構日本語がお上手ですね。はい、下手です。そんなことないです。とても上手に喋っていただいてますが、ではあのご覧いただいている皆さんに、あの、はい、こちらのお店ぜひ来ていただいてということでメッセージを一言お願いできますか。じゃあこちらのお店のおすすめと皆さんに一言お願いします。はい、僕の店は美味しいと、美味しいし安いしします。ぜひとても美味しいお料理と、はい、イケメンのスタッフがお待ちしてますので、はい、来てください。してください。はい、イケメンテヒョンさんでした。待ってます。
皆さん1軒目で私とってもテンションが上がっておりますが、もう店員さんもみんなイケメンなんですけれども、聞くところによるとですね、こちらのお店実はティアラさんたちがですねこちらに遊びに来て、ご飯を召し上がったりしているそうですよ。なんか社長さんが、まあ、お知り合いだそうで、実際に店内にティアラのサインなんかも飾ってありますよ。あちらですね、お写真と一緒に飾ってあります。でその他にもあちらはちょっとどなたのか読めないんですけれども、ムービースターとお伺いしております。芸能人の方も来ているということなので、皆さんもぜひ一度こちらに足を運んでみてはいかがでしょうか。さあ新大久保でスター発掘、1軒目とてもイケメン揃いで、早速もうテンションが上がってしまいましたが、とても楽しかったです。こちら、焼肉を中心としたお店、クイクイというお店をご紹介しました。さあ2軒目に到着いたしました。2軒目のお店はこちら、大使館というお店になっています。さあ先ほどのクイクイというお店から、歩いて 2,3 分ですかね、本当に近いところにあるんですけれども、こちらちょっとメニューを拝見しますと、今ランチメニュー出てますが、ビビンパとか、そうですね、サムゲタンとか、人気のサムギョプサル、こちら蜂蜜サムギョプサル気になりますね。後でちょっとお店の方に聞いてみたいと思います。そしてですね、お店のこちら隣にはカフェも併設されていまして、韓国風かき氷などなど、ケーキとか紅茶も飲めるようになっています。では早速お店の方にお話をお伺いしてみたいと思います。さあ2軒目、大使館のお店の方にお話をお伺いしていきたいと思います。こんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。はい、大使館というお店は、カフェと併設されているようなんですが、はいはい、どういったお店でしょうか。カフェと一緒です。カフェと一緒に、はいはい、サムギョプサルとかビビンパとか韓国料理と、あとシフォンケーキとか、あとは韓国風のカフェは別にあって、うんうん、カフェは別にあって、同じ店だけど、はいはい、別にあって、デザートでやります。デザートも楽しめるということで、はいはいはい、こちら韓国風かき氷というパッピンスというものを初めて見たんですけれども、はいはい、こちらはどういったかき氷なんでしょうか。日本のものとどういった違いが。10種類ぐらい乗せて、はい、かき氷上に乗せて混ぜて食べます。混ぜて食べる、はいはい、上に乗せるものはどういったものが中心ですか。いろいろですよ。黄色いものは、あちらは黄色いものは果物。果物、はいはい、パイナップルとかマンゴーとか、はい、そしてもち米、大豆、はい、小麦、黒豆なんかも入ってるそうですね、はいはい、とてもなんか日本のものよりもなんか具沢山で健康的な感じで美味しそうですね。人気ですか。はい、はい、ではですね、韓国メニュー、こちらのお料理の方で一番人気なものは何でしょうか。やっぱり庶民的なものは、はいはい、サムギョプサルですね。サムギョプサル、はいはい、今人気ですもんね、はいはいはい、こちらの蜂蜜サムギョプサルというものは一体どういったものなんでしょうか。これは、はいはい、何や、歯で、歯って何、はい、ちゃんと切って、はいはい、よく油が取るようにしたから美味しいですよ。なるほど、はいはい、こちら切れ目が入ってるってことですね。はい、蜂の巣のようにこう切れ目を入れて、はいはいはい、柔らかくしている、はいはい、なるほど、油がよく取るように、油がよく取れるように、なるほど、柔らかい食感を楽しんでいただけるという形ですね、はい、こちらも人気のサムギョプサルですね。早くね、早く、はい、では、皆さんにぜひ一言何かお店の売りとかをアピールしていただければ。うちの店は、はい、新宿で一番大きいし、うん、はい、そして和牛、はい、和牛だし、和牛、炭火焼きですよ。炭火焼き、はいはい、ほうほうほう。それで単品で何頼んでも、おかず3品とライスとスープが出るから、はいはい、単品で頼んでもセットになって出てくるということ、はいはい、サービスでおかず3品とライスとスープが出ます、はいはい、なるほど、はい、サービスも満点で味も保証付きということで、はい、大使館さんぜひ皆様いらっしゃってください。ありがとうございました。終わり、ありがとうございます。さあようこそ大使館へということで、2階があるということで早速覗いてみたいと思います。なんかこう
お宿を思い浮かべるような感じですけれども、早速中の方に行きたいと思います。はい、店内覗いてみたんですけれども、まだちょっと夜こちらは営業するということで電気がついてなくて暗いんですけども、おそらくこちらすべてこう区切ってあって個室のような感じになっている空間かと思われますね。このようなドアがついているところはきっとお部屋だと思います。2階でゆっくりとくつろぐこともできるという大使館さんです。さあ本日3軒目のお店にやってまいりました。ここはですね、新大久保最大級の韓流グッズ専門店スターショップというお店にやってまいりました。では早速潜入してまいりたいと思います。さあ早速スターショップのお店の中にやってまいりました。結構広いですね。新大久保最大級ということで、こちらはですね、新大久保のドンキホーテの地下にあるお店になってます。たくさんの商品並んでますけれども、一体今はどんなスターのアイテムが売れているのかなどなど、早速店長さんをお呼びしたいと思います。さあ早速店長さんにお越しいただきました。こんにちは。こんにちは。こちら新大久保最大級の韓流グッズ専門店ということで、ああそうですね、どういったお客さんが多いですか？はい、そうですね、もう最近はもう K-POP は主流なので、うん、まあ、そういった大人気ですね。そうですね、まあはい、そういったファンの方が結構いらっしゃいますね。はい、結構グッズがたくさん置いてあるんですけども、はい、大体でいいんですけども売れ筋はこの辺だよっていうのはありますか？どういったものが？そうですね、うちのお店は写真が主には扱っておりまして、はい、そういったあの写真系のグッズが、はい、多く売れてますね。はい、ああいったカレンダーとかも。そうですね、こちらもポスターとか、はい、もう写真、シール関係の、うんうん、そういったそうですね。じゃあ新大久保で、はい、まあ、結構韓流グッズ売ってあるところ何箇所かありますけども、はい、こちらにないものはないと言っていいぐらい。まあそうですね、まあ、品揃えを、ね、そうですね、あ、はい、まあ、ほとんどのものはもう扱っておりますね。はい、そうですね、はい、靴下とか私初めて見たんですけど、そうですか、とても可愛いですよね。可愛いですね、はい、スターの似顔絵ですよね。そうですね、あれは、はい、ね、とっても可愛い靴下がたくさんあって、なんかワクワクしました。ありがとうございます。はい、じゃあ店長さんが、はい、そうですね、今一押しのスターというか、まだこう世にはあんまり広まってないけど徐々にこう売れてきてるよっていうスターとかいらっしゃいましたらご紹介していただけますか？そうですね、まあ、一応お店としては一番人気があるスターを扱っておるのがありますので、はい、そうですね、最近だとですね、XO っていう、そうですね、東方神起とか、そういうスーパージュニアの同じ事務所の、はいはい、まあ、新人のグループなんですけれども、はい、ですね、XO ですね、はい、そういったグループには最近ちょっと人気が出てきて、ね、じゃあこれからもう皆さんが、はい、そうですね、もう期待できますね、はい、ことになるということで、エクソのグッズもたくさん取り揃えて、まあそうですね、できる限りは、できる限りは、まあ、これからの期待ということで、ね、はい、そうですね、はい、グッズも徐々に増えていくかと思いますので、はい、ではそうですね、ご覧いただいている皆さんに、はい、こちらのショップの魅力と一言添えて何かメッセージをお願いできますでしょうか？そうですね、うちらのお店はですね、一応写真っていう、そういう主に扱っておりまして、一番最新の今のスターさんのそういった姿とかそういうのをお客様の方に出したいと思いまして、はい、一番最新の今のスターのそういう姿、そういったのをご提供できるように頑張っておりますので、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、新大久保最大の韓流グッズ専門店スターショップの店長さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ続いてご紹介するお店に到着しました。こちらはですね、ドンキの横のビルの韓流グッズの専門店の階段を上っていくとですね、 CD ショップがあるんですけども、その奥になんとこういったとても可愛らしいカフェのようなお店がありました。さあ一体こちらではどんなお料理があるんでしょうか？早速そしてイケメンにも会えるのかちょっと楽しみにしています。では行ってみたいと思います。さあ続いてご紹介するお店はこちら神坂屋というお店になっております。ドンキホーテのビルの
お隣のお隣ぐらいですかね、近くにあるビルの1階に韓流グッズの専門店がありまして、2階がこちら韓国料理のお店になっております。こちらの韓酒屋さんにもイケメンがいますよ。早速ご紹介したいと思います。イケメン店員のキムドンヨンさんです。こんにちは。近づいてもらっていいですか。噛みつかないんで大丈夫ですよはい、アップで写してもらっていいですか。とてもイケメンですよね。はい、早速キムドンヨンさんにはこちらのお店の一押しをご紹介していただきたいと思いますが、はい、一押したらこの一押しカルクスの、はい、カルクス、はい、こうちょっと皆さんに見えるような感じでご紹介してもらっていいですか。ちょっとね、写真ちっちゃいから分かりづらいんですが、カルクス、はい、カルクス人気ですか。はい、一番一番なんですよ、はい、あ、なるほど。こちらの一押しのメニューということで、こちらはですね、手作りの麺、まあ、おうどんみたいな見た目はそんな感じになってますね。スープの方が牛の骨で、取った感じのスープということで、結構濃いめのお味だそうです。さあ、その他にこちらのお店の売りというか何かありますか。お料理しかり、餃子、餃子、はい、餃子も美味しいということで、はい、餃子は手作りなんです。あ、餃子は全部手作りで、はい、なるほど、はい、人気の商品ですね、はい、はい、他にも店員は皆さんイケメンですか。イケメンです。イケメンですか。はい、底辺ですか。これが底辺だとしたら皆さんすごいイケメンになってしまいますけどもキムドンヨンさん、はい、とてもイケメンですけれども、モテますか。モテないです。モテないですか、はい、いや、そんなにね、恐縮しなくてもいいと思いますが、こちらハロウィンの内装がとっても可愛いんですけれども、こちらはいつ頃まで。いつ頃まで。1ヶ月近くはこんな感じです。今オープンじゃなくて、オープンしたばっかりですか、こちらは。はい、あ、まだオープン、これグランドオープンじゃないです。あ、なるほど、はい、プレオープンという形で。はい、そうです。じゃあ少しお客さんもいらっしゃってるようなんですけれども、早速ね、石焼きビビンバの定食を召し上がっているお客様にお伺いしたところ、安くて美味しいということで、はい、なんと500円でメインのものと3品おかずがついて500円ですよ。皆さん500円、これは食べる気がないですよね。なんかテンションが違って、私どうしたらいいかわからないんですけど緊張してますか。はい、私が一番緊張してます。なんかお客さんにも見られて恥ずかしいなと思いながらOK もらいました。ありがとうございます。さあ、ということでですね、韓酒屋さん、ご紹介させていただきましたが、一つ皆様にとてもいいお知らせがあるということで、お願いできますか。はい、こちらの新大久保インターネット番組をご覧いただいた方には、はい、お店から素敵なプレゼントがあるということで。あ、来たらで思い出しました思い出しました。これドリンク、飲み物を、はい、ワンドリンクサービスがありますので、はい、絶対来てください。はい、こちらに来ていただいて、新大久保インターネット放送局見たよと言っていただければ、はい、ドリンク1杯サービスということで、はい、また来てくださいねはい、ということで以上、韓酒屋さんからお伝えしました。さあ、続いてご紹介するのはこちらです。韓流グッズ専門店オルチャンというお店になります。韓酒屋さん、ご紹介した韓酒屋さんの1階になってます。こちらの韓流グッズショップ、イケメンな店員さん、もしくはイケメンなお客さんは果たしているのでしょうか。そしてイケメングッズを見に行ってみたいと思います。さあ、早速オルチャンの店内にやってまいりました。もうずらーっとおなじみの韓流グッズが揃っているお店です。さあ、ちょっと早速気になるものからチェックしていきたいと思いますが、私がですね、一番最初に目に入ったのがこの韓国料理のレシピ本なんですけれども、これちなみに私、ハラのハラちゃんがすごい好きで、このラブリーハラと一緒に作る韓国料理というレシピ本がすごく気になります。ちょっとね、中を覗いてみるとですね、おなじみの韓国料理の作り方のレシピが載ってるんですけれども、まあ、合間合間にね、このスターの写真が載っていて、こんな感じになっております。
大好きなスターと一緒に美味しい韓国料理を作って楽しめるというようなレシピ本ですね。たくさんのスターのレシピ本があるのもすごく魅力的ですよね。じゃあ続いていきましょう。何でしょうか、この辺は。なんか韓国といえばこういった辛いお菓子が普通の定番のような気がしますが、こちらはなんかチョコレートの甘いお菓子のような感じですね。オイエスというケーキみたいですよ。さあ、そしてそうですね、おなじみのカレンダーですよ。たくさんあります。男性が中心のようですが、あ、こっちにありますね。カラのもありました。2013年バージョンです。さあ続いてさあこちらです。これはなんだ、これはおそらく、あ、ポピポピ手袋って書いてあります。ティアラというグループのライブで皆さん使うんでしょうか。とても可愛いポピポピ手袋です。じゃあ続いて何紹介したらいいでしょうか。これは新しいですね、グッズとして。ティッシュケース初めて見ました。靴下は結構売ってあるのよく見ましたが、今いろんなのがあるんですね。さあそれでは早速オルちゃんの店内に入ってきてまいりましたが、ではイケメン店員さんですけれども、お名前は。はい、ヘヨンと申します。はい、ではこちらのご紹介をしていただきたいんですけれども、はい、どういったものが一番の売れ筋でしょうか。あ、ポイントですか。もう一回お願いします。あ、一番売れているものは。あースーパージュニオ、スーパージュニアのグッズが一番。スーパージュニア、はいはい、おお、一番人気ということで。はい、人気がありますよ。ちなみに、はい、これ韓流グッズのお店の方に聞いてるんですけど、はい、次に、はい、こうブームが来る人気のスターっていますか。次ですか。はい、次にこの人が来るよっていうのを。あ、今は今ビオネポとか、ビオネポ、はい、とインフィニットとか、ボーイフレンドが多分ブームができるかと思いますけど。次に、はい、おー、なるほど。まだまだ結構たくさん次に来る方控えてらっしゃるんですそうです。まあどん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 上がる、2期がどんどん上がるから、うん、次から次にね出てくると嬉しいですよね。そうですね、うん、はい、ちなみにですね、こちらがあのインターネット、新大久保インターネット放送局っていうんですけども、はい、この新大久保で未来のスターを発掘しようっていう番組でして、はい、イケメンですよね。ありがとうございます。ぜひ皆さんにこちらに来ていただけるお客さんに向かって素敵なメッセージをお願いしたいと思います。まあ、他の店よりは、まあ、いろいろなグッズとか、何か、まあ、他の店でいない人のグッズもたくさんあるから、うん、たくさん来てください。はい、ありがとうございます。はい、以上オルちゃんからお伝えしました。ドンドンララドンドンララドンドンララ、あったかい泣き声、ウェブサイト
한국과 일본의 음식이 필요되고 또 특히 그 일본인들도 잘 즐기시는 김치를 만든 행사도 있는 등 여러 가지 다양한 행사가 있기 때문에 정말로 한국과 일본의 훌륭한 교류의 장이 될 것으로 믿습니다. 안녕하세요. 今から王様が見えてきますので皆さん拍手で、はい、どうぞ王様。それから大きさき様です。それで王子様からその奥様ですね、はい、1、2の3の、はい、1、2、3、挨拶します。はい、ありがとうございました。はい、そしたら王様座っていただいて、はい、これから韓国と日韓協力お祭りなんですね。それで子供たちは島ジョグリと浴衣を着せていただいたんです。準備をしたさんたちです。はい、それで。この感じで今日の韓国のチャレ、黄金のチャレが変わってます。